食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。日本の食品ロスの量は年間570万トン。だいたいこのお茶碗一杯分を日本人みんなが毎日捨ててしまっていることになるんです。もったいないですね。今回は食品ロスを減らす取り組みを紹介します。食品ロスを減らすためには、地域全体、みんなで気をつけることが大事です。その一つ、区内の飲食店での取り組みを紹介します。区では、食品ロス削減に取り組む飲食店を、おいしく完食協力店に登録し、区民の皆さんにお知らせしています。登録店の一つ、東大泉5丁目にある小料理石井を訪ねました。食品ロスを減らすためにはどのような取り組みをされているんですか？食品ロスに関しては私どもも大きい課題だと思ってますので、その中で例えばランチタイムですと、ご飯がついているそのお茶碗に盛るときに、ご飯をまずちょっと気持ち少なめに盛るっていうのを心がけています。提供する際にもし足りないようでしたら声かけてくださいという一言を添えることによって、まずご飯のロスっていうのがなくなります。はい、でディナータイムにおいては、あの席でそれぞれ釜炊きのご飯を炊きますので、炊いたご飯、もし残った場合はおにぎりにして皆さんに持って帰っていただくという形で、ご飯に関してはまず間違いなくうちの場合はロスはないですね。他になんかやってることってあります？やっぱり練馬区っていうのは、取れたて野菜、地場産野菜が非常にいいものがございますので、例えば大根とかでしたら葉っぱも美味しいですし、大根の皮も美味しいですから、どうしたら残さないで皆さんに召し上がっていただけるかってことを考えてます。また月に1回から2回料理教室を行い、その中でも食材を使い切る料理を教えているそうです。食材を無駄なく使った料理を作っていただけるということで楽しみです。こちら材料は、南大泉の高橋さんに採れた株ですね。今朝採ってきた株になります。当店の場合はもう葉っぱ系はほぼ捨てないですね。葉っぱって結構青みって重要なんで、皮の部分が根菜系って美味しいので、皮ごとこのような形でこうスライスしていって、塩をしてよく塩で揉んで水分を抜いたものを黄身の塩漬けと和えていただいて召し上がっていただくという料理ですね。お待たせいたしました。煮魚定食になります。ありがとうございます。わー、美味しそう。カブの黄身和えが添えられたランチメニューの煮魚定食をいただきます。まずは黒むつの煮付けから。味がしっかり染み込んでてとっても美味しいです。ではこちらが先ほど作っていただいたカブの黄身和えです。いただきます。美味しい。カブを丸々1個使ってるんですけれども、私いつも葉と皮って捨ててしまっていたんですよ。こんなに美味しい料理に変わるなんてすごくびっくりです。こちらは区内で行われた可燃ごみを調査したグラフです。 37% が食品などの生ごみ、そのうち 4.2% が利用されずに捨てられてしまった食品。区の1年間の可燃ごみ量に換算するとおよそ5100トンになります。区では利用されずに捨てられる食品を減らすために、春と秋のイベントに合わせてフードドライブを実施しています。これは家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉施設など必要としている団体に寄付する活動です。区内にはフードロス削減に貢献している企業があります。旭町3丁目にある株式会社トーレイ、食料品やお酒などを取り扱う卸売業者です。
では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初に株式会社トーレイさんってどういった会社なんですか？こういう訳ありの商品というのは、まあ、いろんな事情でもってどうしてもこの食品業界は出るんですね。安心でトラブルのないような形で販売できる方法はないのかと、まあ、25年間、まあ、一応追っかけてるという会社は、まあ、日本でもほとんどないんじゃないのかなと。問屋といってもちょっと変わった問屋だ。トーレイが行っているのはもったいないのマッチング。食品メーカー、輸入食品業者、卸売業者などが抱える訳あり商品を量販店やスーパー、惣菜店など必要とする業者に低価格で販売しています。企業などでの食品ロス、こういったものが発生する背景ってどういったことがあるんですか？スーパーさんなんかもそうなんですけど、なるべく新しいものをお客さんに提供したいというので賞味期限の、ね、3分の1ぐらいを過ぎちゃうともうお店に扱ってくれないよという流れがこの業界は結構多いんですね。 100% 完全に仕入れて 100% 売るっていうことはそれは無理。3分の1ルールが過ぎてもまだまだ食べられるってこと？もちろんそれがもったいない。他にも季節商品の余り、型落ち、パッケージの破損など訳あり商品が発生する理由にはいろいろあるそうです。実際に訳あり商品を見せていただきました。こちらに商品を並べていただきましたが、これって全部訳あり商品なんですね？そうですね、訳あり商品のほんの一部です。はい、はい、これはどこが訳ありなんですか？はい、これはですねベーコンなんですよ、うん、ベーコンのよくですねファーストフードですとか、はい、ハンバーガーにきれいに2つ並べてあるようなベーコンあるじゃないですか、はい、それを作るときに、ね、一定数のやっぱり端材とか切り損じが出るわけですね、はい、それは見栄えが悪いということですね。味とかその辺は全然も関係ないんですけど、遜色ないんですけど、はい、それが出るやつをまとめといてですね、例えば炒め物ですとか、はい、調理するようなところに使っていただくようになっています。でこちらのいわゆる業界ではヘコ缶というんですけども、ここがですね、はい、へこんでると思うんですね。これもそうですけど、そうですね、へこんでますね、うん、ここが、はい、へこんでますね、はい、これはですね輸入の途中ですとかあるいは移動の途中だとかですね、はい、例えば落としたりだとかぶつかったりしてですね、うん、ここがへこんでしまうと、はい、ただ中は全然問題ないですけども、嫌がられるんですよ。トーレイの企業理念はズバリもったいない。住宅街にある社屋、営業車、事務機器などはすべて中古で購入する徹底ぶりです。そんなトーレイの今後の目標をお聞きしました。ここ、まあ、3、4年ねこの SDGs だとかもったいないだとか訳ありっていう形が結構いろんな形で出てきてると思うんですけど、まあ、消費者もだんだんそれにある程度教育されてきてるのか、こういうものを、まあ、使ってもう全然おかしくないような環境には少しずつはなってると。まだまだ、ね、うちのことを知らない人たちがいっぱいいるわけで、廃棄したり燃やしたり、それだからこういうビジネスをね、まあ、いろんな形で少しずつでも広めていきたいなとは思ってます。皆さんは家で料理をするとき食べられる部分まで捨ててしまっていませんか？区のホームページでは食材を無駄なく使う料理の作り方を掲載しています。今回そのレシピを紹介します。協力いただくのは関町リサイクルセンターで活動している区民ボランティアの皆さんです。区内に4カ所あるリサイクルセンターは環境リサイクル学習の拠点です。パネルや図書などでの情報提供、使われなくなった家具や食器の販売、普及や啓発のための講座やイベントを行っており、区民ボランティアが講師として協力しています。今回作っていただくのはブロッコリーの茎を使った料理です。草を取った後の茎の調理をしたいと思います。茎のこの皮の部分は取ってください。皮を取ってしまうとすごく柔らかいですので、薄切りにしていただきまして、大根の皮とか人参の皮もやっぱりきんぴら合いますのでね、困ったなと思ったらきんぴら作られるといいと思います。今日はごま油を使います。菜種油でもいいですし、オリーブオイルでも美味しくできます。で、先ほど千切りにしましたブロッコリーを
入れていきます。葉っぱの部分がありましたので、葉っぱの部分もちょっとみじん切りにして加えていきます。で、今日の調味料はみりんとお醤油、この2つだけで作ります。みりんを入れ、ちょっとアルコール分を飛ばしてからお醤油で絡めていきます。最初にみりんを入れたのは、みりんを最初に入れた方が甘みがちゃんとつくんですね。こんな感じで汁気がだんだんだいたいなくなって、軽くお醤油の色がついたら美味しくできてると思います。簡単な一品ですけれども、一品あると嬉しいおかずになります。はい、これでブロッコリーの茎のきんぴらの出来上がりです。ブロッコリーの房は豚肉と一緒に炒めてパスタに。こちらも区ホームページでレシピを紹介しています。関町リサイクルセンターでは開設してからもう25年経ちます。で、割と当初の時期からエコクッキングというのをやり始めています。じゃがいもも人参もごぼうも皮を剥かないでそのままどうやって美味しく食べるのか、今ちょっとコロナの関係でエコクッキングストップしていますけれども、ご自宅でもなるべく皮を皮ごと葉っぱごと、いろんなところも有効利用してお食事作ってみてください。今回は食品ロスを減らすための取り組みを紹介しました。食品を無駄にしていないか、私も改めて見直してみようと思います。次回の練馬ホットラインはご覧の内容でお送りします。どうぞお楽しみに。